ただいま出発しました。ただいま出発しましたのは女子 800m 決勝です。注目選手はニコニコノイの川田彩香さん。サンカー選手の中で資格記録1位のタイムを持っています。また岩谷産業の塩見彩乃さんは出場選手で資格記録2番のタイムを持っています。昨日行われた準決勝でトップのタイムで通過しております。前半から積極的なレースでワールドユニバーシティゲームズの派遣標準記録突破に期待がかかります。ワールドユニバーシティゲームズの派遣標準記録は2分3秒20です。先頭 400m の通過64秒。先頭を走るのはニコニコノリの川田さん。先頭変わりまして慶応義塾大学の細井さん。先頭はまもなく 600m。 先頭最後の直線にあります。本線です。先頭を変わって順天堂大学の山口さん、岩谷産業の清美さん。スクリーンはリプレイです。女子 800m 決勝の速報です。1着塩見さん岩谷産業2分10秒30。2着山口さん順天堂大学2分10秒36。3着原さん福岡大学2分10秒72。4着武藤さん立教大学2分11秒12。5着川田さんニコニコノリ2分11秒49。6着長谷川さん京都教育大学2分11秒56。